レイコインズでベッドサイドに置くテーブル1000円、良さげだったので買ってきた。であとそのテーブルの上に置く小物入れ、これは300円、スリーコインズ。毎晩塗るなんか手の薬とか入れます。であとスタジオクリップでなんか袋無料だったのでわざわざ入れてもらえたんですけど、コースター買いました。紫とからし色かわいい。であと無印で引き出しとこの中に入れて持ってきたんだけど、ボックスシーツ、マットレスセミダブル、これの替えをホワイト買いました。いい感じにできた。これは最近買った目覚ましなんですけど、ちょっと操作方法がわからないんで、ちょっとこんな調子です。でこの中にはリモコンとか手袋、皮膚の守る手袋とか、旦那のメガネ、あでこれはなんか不審者来た時に一応使えるよ、トンカチ。いい感じ。棚も設置しますと、この IKEA のラックの下にずっとなんか引き出し置きたかったんで、若干お尻は飛び出てるけど全然いい感じに設置しました。何を入れるかは決めてない。最近寝室を片付けまして、こっちで仕事したりしてます。だから椅子は今新しいものを買い替えて届くのを待ってるので、また寝室は紹介しようかなって感じ。壁もねちょっと真っ白なんで、リビングみたいにちょっとリメイクシート貼りたいなって思ってたり思わなかったりしてます。電気も変えるかもしれない。ただ寝るだけの部屋だった寝室が、なんか生活というかもう一室使えるようになって嬉しいです。
Thank you.